まずはホームの福島です。ゴールキーパーは山本、3バック、右から幸江、川西、大部を予想しています。中盤の底に諸岡、そして上畑です。右に田中、左に北村、2列目は新井と延べ、トップはチームトップスコアラー高橋純也が今日も入ります。アウェイチーム SC 相模原、予想フォーメーションでスターメンをご紹介しましょう。 4-4-2 のフォーメーションと予想しています。ゴールキーパーは囲い、4バック右から渡部、水本、藤原、そして今日は多田が入ります。中盤の底に田中とフルス対戦になります川上、右に藤本、左に松橋、そしてトップには安藤と今日は笹生が入っています。チャンスになる、シュート体勢に入れるか、シュート、高橋ナイスセーブです。囲い、裏抜けを狙っていきますが、前を向けるか、シュート打った。ロングボール、トラップから一つシュート放っていきました。14番は安藤翼、サイドを使います。延べが飛び出している、中を使った、上畑です。ボールをこねていきますが、ここに延べ、さあクロスが入る、シュート、上畑、もう一度ここで収めてという松橋、奪います。高橋、さあ中に延べも来ている、高橋シュート。さあ前半まずは左足、高橋思い切って振り切っていきました。新井が少し落ちてサポート、自ら行きます、クロス、見切られてクロス、まだあります。まあ、積極的に、まあ、諸岡が入っていったんですが、いいクロスになりました。落ち着けます、藤本、低いボールでスルーパス、収まればというところ、船山、しかし藤沼打てるか、おーっとシュート、これはもう絶好のチャンスでしたが合いませんでした。惜しいシュートになりました。笹生が飛び込んでいったんですが、ボール一つ分、惜しいシュートになりました。してついていきます、中抜け出していきますが、ドリブル、田中を使います、いいボールが入っていきますが、ディフェンダーとキーパーの間、田中がクロスで狙っていきました。時間は80分を過ぎました。長身のオーブはファーサイド、マッチアップは藤原です。さあ折り返せるか、中に来た高橋シュート、かっこいい、ナイスセーブでスーパーセーブを見せました。枠に行っていました高橋のヘディング。高橋は決定的なシュート放ちました。ドンピシャのタイミング、直接行きますでしょうか。狙った、キャッチ山本です。セカンドボール、ここは福島が取り続けます。クロスが入る、高橋胸で収めて左に展開、中に入れていく、足元がシュート、高橋純也だ、決めた、福島先制です。アディショナルタイム、試合を決める一発が決まりました。そしてゆりかごポーズ、劇的な展開、ストライカーがまたもやりました。田中が入れたボール、競って自ら落として展開、代わって入った橋本陸のクロスです。そこにしっかりと合わせました。ストライカーの仕事をやり遂げました。また残り時間を消費するのみとなりました。レフリー時計を見る、ここで試合終了です。東高みんなのスタジアム大いに沸き上がります。主君の高橋純也、最後の最後にストライカーの仕事をしました。福島ユナイテッド FC1-0、 見事に終盤のこの高橋の1点で勝利をものにしました。福島ユナイテッド FC 対 SC 相模原1-0、 福島ユナイテッド FC が見事に勝利しています。